ついに開幕の時を迎えます。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。巨人の東が開幕戦の模様をご覧いただきます。松川の京さん、黒木智弘さんの解説、このお二方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしていつもコメントを届けてくれるのがこの二人。はい、今シーズンの我々がベンチ裏の情報をお知らせいたします。お楽しみに。はい、どうもよろしくお願いします。今年のペナントレース、ついに動き出します。マウンド上の先発ピッチャー、ブライシンガー。さあ、初勝利を挙げられるか。開幕を東で、ここまで通算の打率なんですが、2割6分4厘、プロ入り11年目での成績です。2球目はどうでしょう。アウトコースへ決めました。ワンエンドワンです。次が3球目。インコース決めました。カウント2エンドワン。2009年、まず最初のバッターから三振を奪いました。昨シーズンの成績に出ていましたが、2割5分7厘のアドレ、そして放った本塁打の数7となっています。まず先頭バッターから三振を奪っています。インコースストライク、カウント2ストライクノーボールです。外へのボールは入りません。2ストライク1ボール。さあ、次の4球目は、これはすっぽ抜けました。何を見せるか。さあ、6球目をどうする。打っていった。打球は左。次はどうする。真ん中を打って、これはサードになります。一塁送球。一塁からは余裕があります。アウトです。そして次、先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割6分3厘のアドレ、そしてホームランの数4となっています。この球はどうでしょう。バーッと高め、ツーナスイングです。引っ掛けた感じになりました。高いバウンドになりました。ファウルになります。外のボール打ちました。三塁線わずかに左、ファウルボール。さあ、5球目引っ掛けます。これは高いバウンド、抑えた。一塁へ、引っ掛かった。2009年最初のヒット。さあ、初回からヒットを許しています。どこから行く。ファーストランナーがスタートします。投球ストライク、これはセーフ、スチール成功です。この足は本当に素晴らしいですよ。ですね。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょう。3割3分2厘のアベレ、そして本塁打の数2。変化球打ちました。ファウルです。さあ、第4球三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。1回代わって守ります、カープの先発ピッチャー、大竹。さあ、1勝目となるか。1回の裏、ジャイアンツの昨シーズンの成績出ていましたが、2割5分7厘のアベレ、そしてホームランの数が8となっています。最初は空振りになりました。147キロです。2球目はどうか。インコース外れています。ワンエンドワンになりました。送球、一塁はアウトです。さあ、自分のバッティング、ここも抑えてツーアウトにしたい。どこに入れてくるか。まずは初球ストライク、150キロです。この回はワンアウトになっています。真ん中打ちました。さあ、この打球は今グラブに収まりました。そしてバット、先頭打者は内野ゴロ、その後は外野フライに終わらせました。初球しっかりと巻いた。下がった、下がった、破った、破りました。センターの頭の上。さあ、連携プレー見せるか。スリーベースヒット。さあ、得点のお膳立ては。さあ、ジャイアンツ2アウトからヒットが出ています。さあ、初球はどうでしょう。あっと、これやった。あっと、受け
この場面でヒットになります。セカンドランナー今ホームインした。タイムリーツーベースヒット。1対0、1点先制します。さあリプレイでご覧いただきましょう。そして初回からの失点、あとはきっちり抑えたいところなんですが、まずはストライク、ワンストライク。1対0、ジャイアンツがリードしています。ストライクです。このストレートで追い込んでいます。この3球目はどうする。外のボール上げてしまった。フライになった。まあ押されましたけどね、スピードありましたからね。それにしても気持ちの入ったボールでした。さて試合は1点差となって2回に入っています。2回の表、先ほど去年の成績が紹介されていました。3割飛んで9厘のアベラ、そして打点の数35となっています。取った。ブライシンがこの試合先発で登板しました。まだ1安打しか許していません。決めてきました。ツーストライクです。今のはちょっと危ない投球です。バッター見送りました。ツーエンドワン。さあ4投目、スイングアウト。グーを切らせました。そして連続三振を奪っています。まず初球、最初はストレートから来ました。ワンラスイングです。さあ2球目、強い当たり。どうだどうだ、入った入った入った、同点ホームラン。記念に捉えた。満員の東京ドーム、あっという間にレフトスタンドに届きました。そして大谷のホームイン、1対1。今のホームランどう見てますか。まあ私もね、ひょっとしたらホームランがあるかと思いましたけどね。1点を返します。すぐに同点にしてきました。次のバッターが入ります。先頭バッターは三振、その後ホームランを許しています。初球外に来ました。ワンストライクノーボール。放送席の山口さん、はい、パークサイドです。はい、どうぞお願いします。今のホームランについて話を伺ってきました。打ったのは内側のストレート、気持ちよく振り抜けましたから、スカッとしましたよ山口さん、というコメントでした。はい、ありがとうございました。1対1、この回同点にしています。初球振りません。ワンストライク。このボールはどうか。これはストレート。ツーストライクノーボール。次のボール注目しましょう。あっと見逃し三振、スリーアウト。これはバッターに送りました。2回の裏、ジャイアンツノーアウトランナーありません。さあ1球目、ピッチャーの正面、センター返し、きれいに抜けていきました。さあヒットになります。打ったバッターは一塁ストップ。そして次のバッターノーアウトランナー一塁です。勝川さん、ここはどうすればいいでしょう。まあ怒らないにしてもね、警察は強い。初球から打った、痛烈な当たり、打ち上げてセンターへの打球、ありました。これでワンアウト。そう、飛んだな。ワンアウトで次の大竹、今日は2回途中までを投げて許したヒットが3本、この回そのうちの1本がありました。まずは初球見送りました。ワンナスイングです。さあ今日の第1打席です。変化球打ちました。右への打球です。まあ今のスライダーですけど引っ掛けてますよね。取りました。これで2アウト、アウトが2つ目だ。大竹、今日先発のマウンドに上がりました。すでに1点を与えています。ストレート打ちました。センターへ、前に出ます。ワンバウンドした。ヒットになる。センターへのヒットが出ました。ここで打順が1。さあランナーは2塁1塁になっています。さあ勝川さん、ジャイアンツはどうすればいいですか。この場合アウト、これだった。やるか。セカンドランナーカウント1点リードします。アウト、3アウトチェンジ。3回の表、カープの攻撃、トップバッターをジャイアンツファンでいっぱいの東京ドームから実況生中継でお送りしています。初球ストライク、カウントワンストライクノーボールです。今日最初のバッターボックスに入っています。ストレートを持ってきました。さあ追い込みました。さあ追い込んだ。変化球、この打球はファウルになります。引っ掛けた感じになりました。鍵はピッチャーのアウト、一塁へ。これは一塁アウト、ピッチャーゴロに終わっています。今日2度目のバッターボックスに入っています。バッター詰まっています。これはセカンドになります。セカンドが抑えます。あー、アウト。セカンドゴロに終わりました。どこに入れてくるか。最初は見ていきます。ワンナッシングです。2球目はどう攻める。空振りです。カウント2ストライクノーボールです。ど真ん中打った。今のはファウルになります。さあ次の4球目は
バット空振り三振、スリーアウトチェンジ、ボールを捉えられませんでした。さあジャイアンツ、この後2番から始まります。3回の裏、大竹この試合先発で登板しました。そして4安打を打たれています。まずは初球見送りました。これが2回目の打席。あっと抑えた、一塁に送ります。一塁アウト、セカンドゴロに倒れました。まずはワンアウトにしています。第1球はどうか。ワンアウトになっています。2投目ストレート、ツーストライク。さあ勝負だ、どうする。さあこれは入れたい、この当たりはライト右への打球、これは取れない、ワンバウンドヒット。さあバッターランナー2塁で狙う、ツーベースヒット、2打席連続ライトへのヒットが出ました。さあいい形に持ってきました。何です。さあリードを取っていけるんでしょうか。今回ツーベースヒットのランナーを許しています。先頭バッターは内野ゴロ、その後ツーベースを打たれています。ストライクになります。カウントワンエンドワン。3球目はどうする。高めのボール打った、打球はセカンドへ、あっとさあどうだ。さあこれはどうか、一塁へ、一塁アウト、ランナー進めました。セカンドゴロに終わりました。どこから行く、まっすぐを打ってチャンスを生かせませんでした。もう完全に、ね、力で負けてますよね。はい、力。ここで各地の途中経過です。まず名古屋ドーム、3対0ドラゴンズがリードしています。4回の表カープの攻撃、この回はクリーンナップから始まっていきます。あまりすでに今日奪った三振の数は5となっています。さあ次のボールは外角高めのストライク、追い込みました。145キロです。変化球打った、これはショートになります。一塁に送ります。アウト、アウトです。タッチはアウト。次のバッター、この回はワンアウトになっています。まっすぐ打ちました、セカンドへの打球取りました。一塁へ、これは一塁アウトです。セカンドゴロに倒、この回はあっという間にツーアウトです。まあ悪いことじゃないんですけどね。引っ掛けます、ファウルになります。この回まずツーアウトを取っています。さあ次はどうするか、見逃してストライク。さあツーストライク、追い込みました。あっとスリーアウト三振、スリーアウトチェン、空振りの三振に切って取りました。さあジャイアンツ、この後6番から始まります。4回の2回の1打席目、今年の初安打を記録しています。アウトコース打って、まあ引っ掛けたと思いますけどね。ショートフライに終わりました。さあここも抑えてツーアウトにしたい。強烈な打球、初球しっかり捉えた、これはセンターに上がった、下がり下がり下がる、センターフライに終わりました。動きは鈍いですね。この回はあっという間にツーアウト。だから初球に切るとね、早いカウント打ってきてますからね。早めの攻撃を仕掛けていったというこの回の攻撃でした。第2球はどういく、ストレート、ワンバウンドヒット、ツーアウトで勝ち越しのランナーを出します。センターへのヒットを放ちました。この回ヒットを打たれています。第2球入りました、2ストライクノーボール。さあ1球様子を見るか。さあこの当たりは行ったか、これは行ったぞ、ピッチャーが打ったよホームラン、勝ち越しのツーランホームラン、まさかピッチャーがホームラン打った。この東京ドーム、ものすごいスピードでレフトスタンドに飛び込みました。今ホームに届いてきました。3対1、ブラシングはって打てる、打てるピッチャーだったっけ。やっぱりホームランにはね、ほんと花がありますよね。2点が加わります。勝ち越しました。これで2点差、気合が乗ってましたね。ここで、すでにこの回2点を取られています。どう組み立ててくるか。初球、ひざ元インコースに来ました。わずかに入りません。どう攻めるのか。行きました、この打球はファウルになります。この回、勝ち越しを許しています。打った、左へ行った、取りました。これで3アウトチェンジ。5回のこれが2回目の打席、初球振りません。ボールカウントワンストライク、グライシンガー5回まで来ています。行きました、今のが50球目、ファウルボール、キャッチャーのサインが。3球三振の空振り、そして次
打者2人から連続の三振を奪っています。外めのボールから来ました。ワンナッシングです。さあ次のボールは、あっと今度はインコース、ツーストライク。打った、抑えた、一塁に送ります。一塁これは余裕でアウト、キャッチャーゴロに倒る。この回まずバッター2人を打ち取りました。初球狙って空振りです。カウントワンストライクノーボールです。早くも奪った三振の数が7となっています。さあ外してくるのか、あっとこれはいい当たり、ショートへの当たり、一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。拾う、5回の裏、ジャイアン大竹、すでに許した安打の数が7となっています。何から持ってくるか、初球ヒッティング、いい当たり、抑えた、一塁へ、一塁はアウトになります。ショートゴロに終わり、これが今日3回目の打席。初球はストレートから入りました。ボールカウントワンストライク。次の2投目、これも強烈な打球、さあヒットが飛び出した、センターへのヒットが出ました。それで大竹、5回ワンアウトまで来ています。そして3点を与えています。あー、ラミス持った。今度もいい当たり。大谷に放り込んだ。ルーガンホームラン。中学はありません。当然のように打ちました。ラミです。東京ドームに大谷が好意が来ました。5回の裏、ホームランが出ています。今、ホームインしました。5対1。選手全員が出迎えます。2点を追加します。4点差に広がりました。さあ、今のプレイ、もう一度見てみましょう。これだっていう勢いを感じました。気合のホームラン。投手に向かっていく積極性、この回ツーランホームランを許しています。真ん中は打球上がった、これ詰まったような感じですね。センターフライに倒れました。打順が変わ、今のでまだ40球という今日の球数です。さあどこから来るか、初球狙ってこれはいい当たりだ、打ち上げてセンターの打球取って、これで3アウト。5回を終了。この試合はまっすぐが多めの配分、点の欲しいこの場面、さあここはもちろん代打を送ります。ここはね、代打行かなきゃいけませんね。2球目はどうでしょう。インコース、カウント2ストライクノーボールです。サインはどう出されたのか、決まった、三球三振。打順はまずは三振でワンアウトを取っています。初球インコースから入りました。ワンナッシングです。次の2投目、今度もまっすぐできました。ツーストライクノーボール、今度も3球三振。そして現在連続三振を奪っています。外から攻めていきます。ボールカウントワンストライク。3回の前の打席、スイングアウト、ストレートを振って三塁線の当たりはファウルになりました。外から打球はレフトへ、低い当たり、あっと弾いた、弾きました、ヒットになる。ラーメンス下手やな、足が。一塁ストップ、止まりました。初球です。やはり狙っていました。スタートします。見送ってストライク、盗塁成功。まあバッテリーもね、警戒していたんでしょうけどね。そうなんですね。この回ツーアウトまでは簡単に来ました。しかしその後ヒットを打たれました。カーブが決まります。ツーエンドワンになりました。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。これは身動きできません。さあ今日最初のピッチャー交代です。林、これが初。6回の今日3回目のバッターボックスです。どこから攻めるか、初球ストライクを取りました。ワンナッシングです。前の打席は大きな打球だったんですが、センターフライに終わっています。アウトコース打ってセカンドが取ります。一塁に送ります。アウト、セカンドゴロに終わりました。次どう組み立ててくるか、初球を捉えました。ライトへ上がった、この打球はフェンスにダイレクトで当たった。あっとセカンドを狙った、狙ったぞ、ツーベースヒット、ライトオーバーのツーベースヒットが飛び出しました。さあランナー、ジャイアンツワンアウトからヒットが出ています。さあ1球目、
最初は内から入りました。ワンストライク。この回ツーベースヒットを打たれています。次のボールは真ん中打った、ファウルボール。ピッチャー有利になったか。まっすぐを打ってボールは低い当たり、セットの前ワンバウンドしました。ヒットになります。さあワンアウトランナー三塁一塁、追加点のチャンスと。今日4回目のバッターボックスに入っています。さあライン1球、初球わずかに外れてボール。この球は外れています。この回はワンアウトからツーベース。その後変化球打ちました、ワンバウンドヒット。これでこの回3本目のヒット。三塁ランナーが今ホームイン。スターリングポジションにいると意識が違ってきますよ。そうですね、このバッターも気合が入ると言いますね。ああ余計な力を入れて空回りしないことが大事。ここまではノーヒットできています。さあどこから来るか、ストレート、左への打球です。これでアウトが2つ、ランナーはそのまま2アウトになっています。2アウト。5回の3打席で3打席連続のヒットを放っています。どこから行くか、その初球ボールになりました。カウントノーワン。2球目はどうする。インコースの2、バッターに対してボール2つ続きました。2アウトになっています。変化球高いバウンドになりました。取りました。1塁へ、1塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。さて安野、7回のブライシンはここまで許したヒットの数は3となっています。さあ初球打たされました。今引っ掛けましたね。これでアウトが1つ。セカンドフライにまずはワンアウトにしています。第1球です。まずは見送りました。カウントワンストライクノーボールです。さあどうでしょう、決めてきます。ここは追い込んでいます。果たして3球勝負するのか。これは外れました。ボールにしてきました。これは当てただけ、右への打球になりました。これでアウトカウントが2つ。ファーストフライ。さあ3回目のバッターボックス、どこから行くか。初球簡単にストライクを取ります。ボールカウントワンストライク。2球目、これはストライク。これで追い込みました。次の配球はバッと空振り三振、スリーアウトチェンジ。これが11個目の三振になりました。やはりファンの点差変わらず5点差、ジャイアンツがリードしています。最初はストライク、ワンストライクノーボール。林2番手ピッチャーとしてマウンドに上がりました。2イニング目で投球ということになります。さあバッターはどうする。いい当たり、三遊間の当たりは飛びました。しかしこの打球はサードの守備範囲、一塁はアウトです。サードゴロに終わりました。このゲームはここまで3打数ノーヒット、まだはヒットが出ません。ノーヒットになりますとね、あれ気分がいいはずないですからね。はい、ジャイアンツこのまま初戦を勝利で飾るんでしょうか。2球目はどうでしょうか。高め、ショートです。ショート取った、一塁に送ります。一塁、これはアウトになります。ショートゴロに倒れました。鈴木、一度の出塁がありました。今日のゲームです。第1球はどうか、真ん中は打球は左へ、これは取れない、ワンバウンドヒット。さあ2アウトからランナーが出る。ジャイアンツヒットの数を、さあランナーが出ました。阿部、林、今日は1回と3分の2を投げて許したヒットが4、そのうちの1本がこの回。初球叩いて、これはいい当たり、下がった下がった、センターの頭上を襲った、大きな打球です。センターからセカンドへ、ツーベースヒット。今ファーストランナーがホームイン。何点取ってもゲームが終わるまで分かりませんからね。チャンスが巡ってきたときは運よくにということですね。どんな場面であってもチャンスが来たら逃してはいけませんよ。初球は変化球当たりません。でも力強いねスイングしてますよね。これも強い当たりだ、打球はセンターへ上がったぞ。交代交代、取りました。これで3アウトチェンジ。8回の表、5回の2打席目、キャッチャーゴロに終わっています。最初の1球、初球ストレートできました。ワンストライクです。まだフォアボールを出していません。今度は内、ツーナセングです。3球で決めてくるか。空振りの3球三振、最後空振りに仕留めたのはカーブでした。そしてブライシンが、今日のゲーム打たれたヒットの数が3となっています。すでに今日奪った三振の数は12となっています。まっすぐできました。ツーストライクです。強烈な当たり、
ショートへの当たり、抑えた、一塁へ送ります。一塁、これは余裕でアウト。これ代打ですね。さあさあ、ピッチャーに回ったところで代打を告げました。この回順調に2アウトまで来ました。昨シーズンの成績出ていましたが2割3分9厘のある。当てただけ、ちょっと引っ掛けましたね。取ってこれで3アウト。さあジャイアンツ、さあここで3番手ピッチャーに変えます、牧。これが今シーズン8回の裏、ここまでのジャイアンツヒットが14本、そして7得点という今日のゲームです。ジャイアンツがリードしています。初球はどうでしょうか。変化球打った、これはセカンド取った、一塁に送ります。一塁、これはアウトです。セカンドゴロに終わった。さあジャイアンツ連戦の初戦、ここまでリードを取っています。どこから狙うか。痛烈な打球、初球になった、この当たりがセンター打ち上げた、ワンバウンドヒット、落ちました。今のはどうでしたでしょうか。さあもういい変化球でした。先頭打者は内野ゴロ、その後ヒットを打たれています。真っ直ぐを打って、これは高いバウンド取った、一塁へ、ヒットになる。ジャイアンツ今日放ったヒットの数が16となっています。点差変わらず6点差、ジャイアンツがリードしています。真ん中打った、主審がインフィールドフライを宣言しました。取りました、これで2アウト、ショートフライに倒れました。アウトが2つになって、ここまではホームランが1本あります。高めのボール打った、ランナーどうやら3塁となりそうです。取って3アウトチェンジ。さあカープ、この後1番から始まります。ここを抑えれば終わりか。9回無四球を続けています。最初はインコースから来ました、ワンストライク、完投を目前となりました。最終回、さあこの打球はこれはセカンドになります。一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。まあ残念ですけど、さあ今日のバッティングなんですが、3打数1安打、最初のボールを決めました、ワンナッシングです。さあ2球目、高めのインコース、ボールカウント1エンド1、3投目、低めのボール打って打球はショートへ、取って一塁送球、一塁はアウトになります。ショートゴロに終わっています。先頭バッターは内野ゴロ、その後続けての内野ゴロで2アウト。さあ完投勝利はどうか、あと1人、2アウトになっています。またストレートできました、2ストライクノーボール。さあ完投まであと1球、シャープ空振り三振、試合終了。バッターには当たりませんでした。もう初戦しぐれしようか。今シーズン最初のゲームは7対1、ジャイアンツの勝利となりました。リーグ3連覇へ向けて原ジャイアンツ、白星スタートを切りました。今日のヒーローは1名です。この試合の投球成績ですが、先発の登板9回被安打3、13奪三振、自責点1、投げ切りました。さあこの活躍で勝利に貢献しました。ああ巨人対広島1回戦の模様をご覧いただきました。この放送の解説は辰川光雄さん、そして黒木智弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、今年のプロ野球を応援しましょう。さようなら。